おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅宏です。皆さんはですね、何かをこう改善していったり新しいスキルを得ていくときに、自分のこう弱点であったり、こう何を改善すべきか、学ぶべきかということをどうやって、確認していらっしゃるでしょうか。もちろんいろんなことをこう学ぶ、本を読む、人の話を聞く、そういうことによって、いろいろ自分のこう弱点であったり改善点をこう気づくことも、もちろんありますけれども、その周りにいる人たちですね、あなたをよく知っている人であったり、定期的に会う人であったり、そういう人たちから見るとですね、意外とその人たちのほんの一言から、もしくはちょっとしたこうフィードバックから、自分の弱点であったり、こういうことを、ずっと思っていたのかというふうにこう感じることがすごく大きいんですね。影響も、そして、もちろん近くの人であればあるこそ、自分をよく知っている人であるからこそ大きいこともあります。ですので、いろいろこう悩んでいたり、何かしら自分のスキルを、どういうふうに改善すべきか悩んでいることがありましたら、ぜひ周りの人に、自分はどういうふうにすればいいだろうか、どういうところが足りていないだろうか、そういうところを素直に聞いてみていただければと思います。そうすることで、ほんの簡単な一言かもしれないですけれども、それが大きな気づきになったり、改善の、そうですね、こう礎のなるところにもありますので、ぜひ、素直に聞いてみてください。そうすることで大きな気づきが得られることもあるかもしれません。それでは失礼いたします。